皆さん、こんにちは。グータラ旅人です。2024年6月24日で終了する、妙見の森に、やってまいりました。で、ただいま、こちらは、妙見の森、ケーブルカー黒川駅前になっております。夏休みのね、最後の方になっておりまして、それでも家族連れがね、来ております。で、周りの風景はですね、このようになっております。では、ケーブルカーに乗りに行きたいと思います。まずはですね、こちら、ケーブルカーとリフトの往復乗車券がこちら1500円になっております。で、上に来ますと、こちらケーブルカーの時刻表になっておりまして、その左側には、妙見の森のガイドマップが貼っておりまして、その下には券売機がございます。で、本日自分はですね、阪急が発売している妙見の森フリーパスで、購入しやってまいりました。お値段の方は1600円になっております。こちら裏側になります。では、間もなくね、ケーブルカーの出発時間になりますので、ケーブルカーに乗りたいと思います。はい、こちら黒川駅の駅名表です。ちょっとね、暗くなってますが、何回も撮影撮り直したんですが、これ以上明るくなりませんでした。申し訳ないです。妙見の森ケーブルカー乗りに行くのは今回で3回目になります。1回目は30年ぐらい前にですね、関西のケーブルカーを乗ろうという企画がありまして、確か旅と鉄道さんだったかな、その企画で乗りに来たのが最初です。2回目はですね、20年ぐらい前に、スルッと関西という、3日間、関西の施設乗り放題の時に、乗りに来たというだったと思います。で、中にある後で教えるがシグナル鉄道というのをね、その乗りに来たのが2回目ですね、確か。で、3回目は廃止になると聞いて、乗りに来たということになります。はい、山頂のね、駅が見えてまいりました。はい、無事に山頂駅に到着いたしました。先ほど言ったね、駅下の方はこうなっております。で、こちら山頂駅の駅名を、あ、ちょっとな、かぶってるな。もうちょっと上行かないとな。山頂駅の駅名はこちらですね。で、この山頂駅はですね、兵庫県の最東端の駅になっております。はい、改札口を出ました。反対側を見ますと、券売機とか時刻表がございます。で、こちら待合室ですね、左側ですね。はい、こちらね、来園のスタンプと、左が手ぬぐいスタンプラリーってなっておりまして、ですね、このようにね、上に手ぬぐいがございまして、このスタンプを押しているんですが、待合室には、ね、先にはですね、足湯はございまして、料金が100円になっております。後でね、帰りに入りたいと思います。駅を、出ますと結構急坂がですね、分かりますでしょうか、結構急坂、上り坂になっております。で、反対を振り向きます。山頂駅のね、全体の駅舎がね、このようになっております。では登ってきて、またね、振り向いて登っていきたいと思います。はい、急な坂を登りまして、ふれあい広場前に来ております。で、こちらがですね、シグナス鉄道のベガ駅跡に、前に来ております。
でね、開業と廃止はこちらに書いております。俺先ほどね、シグナルと言います、正式シグナスですね、森林鉄道ということになります。大変申し訳ございませんでした。こちらがリフト乗り場になっておりまして、で、周りの風景はね、このようになっております。で、北極星入り口駅って書いてあるんで、ちょっと登ってみたいと思います。ちょっと登ってきたんですが、あ、結構な坂で、こちらも後ろを振りまで地面が砂利でして、このような坂を登ってまいりました。間もなくなので、もう少し登りたいと思います。作者の方はこのように、名前はこちらになります。はい、無事に着きました。北極星の駅口って言ってね、このように、レールがありまして、ホームとございます。ゼロキロポストもございます。で、こちらを向きますと上りのね、昔皆さん知ってますが、銀河鉄道39というのを映画アニメーションね、漫画ありました。それになんかワンシーン出てくるシーンですね、最後ね、 SL が上っていく。では今度はですね、ホームの方に上がってきました。こちら駅名表になります。で、待合室と、で今度は違う角度からね、こう同じように見たいと思います。レールがね、もう標準機の幅かな、これかな、リフトが見える展望台っていうのは、リフトがね、このように見えますね。はい、では戻りたいと思います。ちょっとね、見晴らしがいいとこがあるので、風景をねちょっと撮影したいと思います。まあ、ちょっとね、俺わからないんで、どこを撮影してるのかちょっとわからないんですが、申し訳ないです。降りてきましたので、ちょっとね、こちらの妙見の水を飲みたいと思います。こちらね、詳しいことはこちらのように書いておりまして、手でね、一息で飲んで一息入れたいと思います。ちゃんとね、水質検査もしております。はい、で、ちょうどね、いい展望台があるんでね、ちょっと撮影したいと思います。で、下にはこのようにね、山がね、書いておりまして、左手からこのようになっておりまして、真ん中がね、大船山になっております。で、ちょっとね、撮影したらちょっとぼやけちゃいました、すいません。望遠にしてみます。で、まず右側がこのようになっておりからね、真ん中がね、あれが大船山だと思います。はい、じゃあ元に戻ってリフトに乗りたいと思います。はい、うまく乗れました。最初はね、このようにね、揺れております。で、周りはね、このような風景になっております。で、落とし物、はい、携帯電話が2になっておりますので、ここら辺で撮影をやめたいと思います。はい、まもなく到着いたします。はい、到着いたしました。地図で言いますと、ちょうどこちら、ここだな、リフトを乗りまして、見えますか、妙見山駅のリフトの乗り場になっております。で、こちらにも展望デッキってありますのでね、展望デッキの方行って、さあちょっとね、風景を撮影したいと思います。はい、展望デッキに到着いたしました。ですね、図面は真ん中、こう見ると真ん中、まっすぐ行きますと関西空港が見えるような形になってますね。右手に六甲山でありますね。で、先ほど家族連れでね、お父さんの方がね、淡路島が見えるって言いましてね、多分先のね、うっすらかかってるのこれが淡路島だと思います。で、関空とかちょっとあと分かりづらいんですが、まあ左手がこのようになっておりまして、今度は右手の方に出ますね。すいません、カメラがちょっとオーバーヒートしまして、ちょっとね、
ダブつきますが、今度はちゃんとね、右手の方に切ってます。で、ここら辺が多分、六甲山系じゃないかなと思っております。で、わかんないな。申し訳ないです。では、リフトに乗って帰りたいと思います。その前にですね、足湯の方に入りたいと思います。こちらで入り口でね。ここでね、足を掛け湯しまして、足湯に入りたいと思います。はい、足湯に浸かり正面を見ますと、素晴らしい景色が見えます。足湯に入り終わりました。ケーブルカーをね、乗る前に、軽く待合室を撮影しまして乗りたいと思います。できればですね、廃止になる前にもう一度この妙見の森のケーブルカーにでも乗りに行きたいと思います。ではご視聴の方ありがとうございました。